私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにねまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。今日は社員旅行で観光地に来ているんだけど、そこで最近引っ越してきたばかりのママさんとたまたま遭遇。でもこれたまたまじゃなかったんだって。ちょっと、なんで水木さん逃げるんですか？せっかく私も来たのに一緒に楽しみましょうよ。いや、何言ってるの。別々の旅行なんだから、さえこさんはさえこさんで楽しめばいいでしょ。でも私旅行のプランとか全然わかんないし、いつもは親友が全部計画してくれるけど、今日は親友がいないからどうしたらいいかわかんないの。はあ？自分で調べて気になる観光施設とかに行けばいいでしょ。だってよくわかんないもん。チケットの買い方とか、水木さんが私を連れていろいろ回ってくれればいいだけでしょ。私は私で旅行に来てるんだよ。自分のことは自分でしてね。え？水木さんって意地悪な人だったんですね。新入りママが困ってるのに助けてくれないんだ。学校に行っちゃおうかな。勝手にすれば。それとうちの周辺ってなぜかドキュンなママがよく引っ越してきてはまたすぐにいなくなるから、学校側も慣れてると思うよ。そんなこと言ってチクられるのが怖いんでしょ。なんだ、水木さんって小物なんだね。てか観光ガイドもできないとか頭悪すぎ。は？え？ちょ、自分で何言ってるかわからないの？マジで？は？何が？観光ガイドもできないとか頭悪すぎって。でもさえこさんは観光施設一つ調べられないんでしょ。しかもチケットの購入方法ですらわからないんだよね。それ頭悪すぎどころじゃないと思うんだけど。私はいいの。私は子供の頃からお姫様なんだから。確かこの人って40過ぎてるよな。ねえ、どこ？私何をすればいいのかわからないんだけど。早く迎えに来てよ。自分の同行者の人たちに頼みなよ。そんなのいないよ。私一人で来たんだから。え？私は旅行好きだから旅行の幹事を任されることも多いんだけど、案外サエコさんみたいな人って多いんだよね。今まで全部人にやってもらってたから何もできないみたいな人。というかスマホで調べればすぐにわかるようなことでも人に甘えてやろうとしないんだよ。結構タチが悪いよね。サエコさんはその後もしつこく連絡をよこしてきたけど、私は無視。いろいろな観光施設に行っていたから運よく会うこともなかったよ。でも宿泊するホテルがバレちゃったんだよね。ねえ、水木さん、どこ？どこなの？さえこさん、まだやってるの？もういい加減にしなよね。それはこっちのセリフ。なんで私に優しくしてくれないの？いい加減にしてよね。あのね、さえこさん、大人でしょ？ママ友旅行から私をハブるなんて意地悪。今から宴会場に突撃するね。私のサンバ衣装を見なさい。これ社員旅行だけど。え？ちょ、サンバって言うから過激な衣装なのかと思ったら男性の衣装なんだね。ちょっとコミカルな感じの。マラカス両手に飛び出してくるって。いや、ちょっとさえこさん、ダッシュで逃げていったけど大丈夫？ちょっと、何これ、何これ、何これ、なんでこんなにたくさんの人がいるの？さえこさん、ママ友旅行だと勘違いしてたみたいだね。そうじゃなくて今回の旅行は社員旅行なの。社員旅行？私会社の人たちと旅行に来てるんだよ。しかしいきなりビバサンバとか言って宴会場にマラカス持って入ってくるとは。ひぃ、腹痛い。ちょっと笑わないでよ。いや、もしこれがママ友旅行だったとしてもみんな大爆笑でしょ。ビバサンバじゃないんだけど。うちの社長たちもみんな壺に入ったんだろうね。なんかよくわからないダンスし始めたよ。私のことバカにしないでよ。いや、それにしてもさえこさん面白いね。だって水木さん旅行によく行くって、旅行バッグ持って出かけてたから旅行だと思ってそれでついてきただけで、ママ友旅行だと。要するに何も考えずについてきちゃったんだね。てかその衣装はどうしたの？だってどこの観光施設がいいとかよくわからないし、それで近くにあったお店いろいろ回ってて
リサイクルショップに全部セットで500円で売ってたから受け狙いにいいかなと思って。バッチリ受けたね。てかさ、どこの観光施設がいいとかちゃんと調べたの？調べてない。多分ね、サエコさんはわからないんじゃなくて、ただ調べないってだけなんじゃない？自分で調べてみたりやってみればできると思うよ。水木さん、それにしても腹痛い。みんなサエコさんの真似して踊ってるよ。てか、あの面白いコメディアンの人はどこ行ったんだって。数人探しに行ったけど。いやー、わざわざついてきて便乗しようとしていたと思うと嫌な気持ちにはなるんだけど、そんなことより、サエコさんの格好が面白すぎて、ビバサンバって言って宴会場に入ってくるんだよ。こんなん笑っちゃうじゃん。でも、サエコさんの方は笑い事では終わらなかったんだ。というのを、恥ずかしくなったサエコさん、ホテルから逃げてしまったんだよ。あの衣装のまま逃げたのか？と思うと面白いんだけど。要するにサエコさん、お金を払わず逃げちゃったわけで。翌日。水木さーん！ねえ、さっき見かけたの、もう帰ってきたんでしょ？サンバさん、こんばんは。私はサンバじゃなくてサエコ！あ、ごめんごめん。予測変換ミスっちゃった。もう！てか、何？私忙しいんだけど。あの、私の夫に説明してほしいの。何を？ビバ、サンバのこと？もう、そうじゃなくて、あのね、私ホテルを予約するときに家の固定電話を書いたの。だから、ホテルから家に電話が行って。そういえば、サエコさん、支払いしてなかったでしょ。あの、私泊まらなかったから支払いはしなくていいと思ったの。だってあのまま逃げたんだから。そういうわけにはいかないよね。だってサエコさん、早めに部屋に入って休んでたと思うし。そう、もし使わなかったとしても当日キャンセルなんだから 100% のキャンセル料を払ってもらうって。そりゃそうなるよね。で、夫がどういうことなのかってすんごく怒ってて。まあそりゃ怒るでしょ。というか、旦那さんは旅行に行くってこと自体は知ってたの？それが、実は私今旅行は禁止されてるの。禁止？あの、その親友ちゃんがすごく怒っちゃって、毎回旅行でパシリにされるのが嫌だって。はあ。それでママ友関係もめちゃくちゃになっちゃって、夫婦で相談して新しい場所に引っ越してきたの。なのに私が旅行に行くんだと思ってついてきたの？おかしいよね。だって私は旅行を制限されてるのに他の人が行くなんてずるいって思っちゃって。それ理不尽なこと言ってるってわかる？だって羨ましかったんだもん。ずるいと思ったんだもん。あ、そう。ねえ、お願い、水木さん、夫に説明してほしいの。だから何を？ビバサンバのこと？あ、ごめん、ダメだ、思い出して笑えてくる。腹いて。なんで笑うの？ああ、そうか、サエコさん自身は自分の姿を見てないんだもんね。じゃあサエコさんに動画を送ってあげるよ。動画？そう、社員旅行だったから録画してた人がいるの。ビバサンバって言って宴会場に突撃してきたサエコさんの姿、バッチリ録画されてるよ。じゃーんって感じで両手を上げてるところね。そんなの削除してよ。うちの会社の人たちはサエコさんはどこにいるんだ、どんなコメディアンの人なんだと大騒ぎ。社長も次の社員旅行にも登場してほしいと大喜びしていたよ。たった一瞬だけなのにどんだけインパクトがあったのか。でも確かに今思い出しても笑えてくる。さて、その後のサエコさんなんだけど、さすがに旦那さんは大激怒。そんなに旅行が好きならリゾート地で働けと言われたんだってさ。2週間後。暑い、もう無理。あ、サエコさん久しぶりだね。なんか旦那さんにリゾートバイトをしてこいって言われて南国に働きに行ったんでしょ？よかったね。全然よくない。旅行するのと観光するのは別なんだから。そう？私も学生時代にリゾートバイト結構やったけど、休みの日とか仕事終わった後に遊べるでしょ？朝一番で海に行くために夜勤とかやったな。青春だね。そんなんじゃないから、私
体力ないの。もうぐったりで遊ぶ元気なんかないし。大丈夫大丈夫、やっていくうちになれるよ。それに寮だっていうアパートもすごく汚いの。虫だらけだし、畳もなんか汚いし、お風呂場も茶色いところがたくさんあって。ああ、まあそういうところもあるよね。自分で掃除すれば。こんな汚いの触りたくない。あらそう。ねえ水木さん、うちの夫と子供がどうしてるか知らない？全然連絡してくれないの。そういえば最近見かけないね。もしかして引っ越しでもしたとか。そんなの困る困るから。まあでも旦那さんも相当困ったんじゃない？だって人間関係でトラブルを起こしてこっちまで引っ越してきたのに、またトラブルを起こしてるんだもん。それはそれは謝るよ。旅行だってもう行かない。そんなこと言ってももう遅いでしょ。もうちょっと早く宣言してればよかったかもしれないけどね。ま、さやこさんは旅行好きみたいだし、リゾートを満喫すれば。そんなの無理、できないから。その後やっぱりさやこさんの旦那さんとお子さんは逃げたみたい。でもさやこさん、リゾートバイトをどうやって途中でやめればいいのかわからないんだってさ。そんなの派遣会社の担当者に聞けよとは思うんだけど、親友ちゃんにブロックされてるから私に助けてほしいと大号泣。さすがに面倒になって私もブロックしちゃったよ。今頃現地で大変な思いをしてるんだろうけど、トラブルメーカーな自分が悪いね。自業自得だと思う。さて今日はいつもより気合を入れて掃除したよ。いっぱい汗をかいた後に飲む冷たい麦茶が美味しいんだよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。